しげしげがいい。そう呼び合える時代に再び会おう。さらばだ。私のダチ公たちよ。今日来ていただいたファンの方々からたくさんいただいたツイッターをご紹介していきたいと思うので、じゃあ小野くんからお願いします。じゃあ読ませていただきますね。ありがとうございます。この方、銀玉のおかげで下ネタに対する羞恥心がなくなりました、そしていい語尾を伸ばす癖が思春期の時期に抜けませんでした。おそんな私の青春時代を捧げた銀玉10周年おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、ありがたいことですよ。ただね、下ネタに耐性がつくのはいいことかどうかは分かりませんよ。分からない。じゃあ次は日野くんにお願いします。はい、こちらの方はですね、10周年おめでとうございます。ブリーチを見ようとしていてテレビをつけたら、火曜いいじゃんで銀玉が始まったのを見てから10年、小学生だった私ももう成人になりました。あら、笑って泣いて最高の10年間でした。これからもずっと銀玉が大好きです、ということですね。なるほど、ございます。ありがたいことですね。じゃあゆうちゃんお願いします。はい、それじゃあいきます。はいはい、楽しいことも辛いことも下品なことも全て銀玉が教えてくれました。銀玉は私の青春であり人生です。作ってくださった空知先生、スタッフの方々、ありがとうございます。これからも大好きとのお便りです。ありがたいことですね。ありがたいですね。ありがとうございます。さあ、みごちゃんたちも戻ってきましたね。おい、じゃあ、うん、隊列作りましょうか。おっ、うし、並び替えだ。わー、ただいま帰りました。並び替わるぞ。あー、あれね、こっちおいで。あれか、あれが、はいはい、あれか、これか。さあ、これだ。もうちょっとこっちですね。こっちですね。はい、どうも。はい、ということでこんな形になってみましたよ。はい、さあ勢ぞろいでございます。はい、誰もファンに捕まってないですね。全員揃ってますね。大丈夫です。大丈夫ですよね。まあせっかくね10周年ということですし、みんなでおめでとうと言って盛り上がりたいと。はい、そういうわけですよ。中井くん、ほうほうほう、中井くん、ん、ん、なさし、ね、中井くんってさ、え、なんですか。青鬼プロダクションじゃん。え、おう、ん、いや、青鬼です。僕飛んだよね。え、大輔さん冴えてる。なるほど、中井君。僕別に飛ぶとも何とも言ってないし、そういう流れないじゃないですか。ただね、飛んじゃおうか。うわ、すげえ。すごい、すごい。あのね、青鬼は縦社会なんです。すげえ、せちがらいな。重々承知しております。じゃあ準備よろしくお願いします。了解。どうした。すげえ、本当に飛ぶんですね。めっちゃ緊張してる。飛んでまいります。中井さん、いってらっしゃい。すげえ、こっちこっち。どうぞご無事で。中井頑張って。中井くん、準備ができたら行ってね。さあ、ということでね、ワンピースだってこんなこと起きないですよ。本当ですよね。まあ、すごいないかな。中井くんには飛んでもらわなきゃいけないと。これからあれですよね、中井さんのスーパー歌舞伎が始まるってことですよね。中井さん版のね、中井さん版のスーパー歌舞伎ワンピース スーパー歌舞伎が始まる。もうね、中井、これがね、銀玉の銀玉のイベントなんだよ。おお、勉強になります。そうでしょ。誘われていくよ、何か。明日は我が身だよ。いい、今日にもします。将軍飛ぶときは多分全裸だよ。うわ、そうだよね。そうですね。飛び立った瞬間全部2本これ脱げて、そうだね、パージしてバンつって、うわー、もっさりもっさり。小野くん、あの、大丈夫、あの、先俺飛んどくから。先輩、先輩、そんな事務所は難しいね。中井さんの様子が、先輩、中井さんの様子がセッティングできたかい。大輔先輩、飛べます。よし、おお、では、中井くんの心の準備次第だけど大丈夫。アッコにお任せじゃない方です。ない方ですね。ない方で。10周年突破。10周年突破の方で。大丈夫。
大丈夫、いける、いきましょう。よし、おお、じゃあ杉田くんお願いします。わかりました。戦国バサラ、そして違うアニメ銀玉10周年突破おめでとう。かっこいい。やべえ、すげえ。ということで、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。あれ、この方では、ちょっと待って、なんかこの、じゃあ中井くん、さようなら。さようなら、さようなら、頑張ってね。ありがとう。中井くん、頑張れ。回るよ、回るよ、ほらね、地味に横に回るよ。人がゴミのようだ。下ろしてもらっていいですか。痛いのよ。たまたまが痛いのよ。つるんで悪巧みばかりして、あの人たちもそう、男同士でいる時が一番楽しそうで、結局女の子の入り込む余地なんてないの。みんな私を置いて行ってしまったわ、振り向きもしないで。みんな江戸で一旗あげるって本当？誰から聞いた？そうちゃんが今朝嬉しそうに。あのバカ。私も連れてって。私はそうちゃんの親代わりだもの。あの子には私がいないと。それに私、みんなの東四郎さんのそばにいたい。知らねえよ。俺はただ俺と女には幸せになってほしいだけだ。こんなところで刀振り回してる俺には無理な話だが、どっかで普通の野郎と初対を持って、普通にガキ産んで普通に生きてってほしいだけだ。ただそんだけだ。私を置いていくんだもの、浮気なんてしちゃダメよ。きっと自分の道を貫いてくださいね。きっと、きっとよ。ごめんなさい、オラろくでもねえ弟だ。結局姉上の幸せ奪ってきたのは俺。ごめんなさい、ごめん。そうちゃん、いいの、よく頑張ったわね。
立派になった、本当に強くなった。姉上、強くなんかね、僕は、俺は。振り返っちゃダメ、決めたんでしょ、自分で。あの時自分で選んだ道でしょ。だったら謝ったりしたらダメ、泣いたりしたらダメ、泣き見もしないで前だけ見て歩いていく、あなたたちの背中を見るのが好きだった。ふっきらぼうでふてぶてしくって不器用で、でも優しいあなたたちが大好きだった。だから私とっても幸せだった。あなたたちのような素敵な人たちと出会えて、あなたみたいな素敵な弟を持てて。そうちゃん、あなたは私の自慢の弟よ。キャストの皆様、どうぞステージの方にお上がりください。やーどうもなんだろうな、揃いましたね。一部ちょっと違和感もありますが改めましてゲストのご紹介です。沖田三葉役、島本澄さんです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで銀魂のイベント初参加ということだったんですが、はい、どうでしたか。まず女の人がこんなに多いんだっていうのに驚いてしまいました。そうですね、はい、結構ねゲスな下ネタが多い番組ですからねそういうところでね、たまに真面目になります。たまにたまに本当にたまに水野さんが出てくるところは ね、そうそうそう、いい話ですからね。でもなんかバーって血吐いたりとかしてましたけどそう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 、中井くんがね俺の思い出を汚すなんて言ってましたけどね。だからそれがいい。 あとはね、リハーサル1日あったんですけど、はい、その時にみんなの声がすっごいいい声で、一人一人の声がすごいいい上に芝居がすごくよくって、やっぱり上手い人たちがやってるからこんなに長く続いてる番組なんだなと再発見しました。なんで俺だけなんだよやめろよ。すいません、甘えたんです甘えた、おお、甘えたのか、まあいい、まあいい。じゃあまずはゆうちゃんから。はい、お願いいたします。見本見せちゃってくださいよ。ああ、そのしょっぱなが小林優さんですか申し訳ありません。いや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 、期待してるんです、期待してるんです。リンさん、うるせえ、早く読めじゃあ読ませていただきます。皆様こんにちはもうルール破ろうとしてるここに書いてあるんです。さっちゃんこと、メス豚、サルトビアヤメ役を演じさせていただいております小林優です。この度は銀魂が10周年をお迎えになられまして本当におめでとうございます。銀魂をいつも応援していただいている皆様本当にありがとうございます。
ちょっとお尻の皆様すいません、ありがとうございます。丁寧大好きな銀玉がこれからも永遠でありますように、そして銀さんのメス豚でずっとさっちゃんがいられますように。ありがとうございました。すげえな。ただいま。日野くん、この後だけど大丈夫？今やべえなって話を、ね、どうし大丈夫大丈夫、失敗したかもしれない、大丈夫大丈夫、行っとこ行っとこ、ちょっと待って、頑張れってすごいですよね。ツイッターメッセージを読むだけ、まだ何も言ってないんですけど銀玉10周年本当におめでとうございます。記念すべき10周年を祝うお祭りに参加できて大変光栄です。今日は両国そしてライブビューイングの会場すべてが銀玉で包まれる素敵な一日、そんな素敵な一日を僕自身もかみしめてステージに立たせていただきました。ありがとうございました、というごくごく普通の真面目な、いいです、いや正解合ってるよ、すごくいいコメントです、ヒロ君が正解だから、正解です、正解ですよね、いいんですよね、これでいい、これでいい、よかったよかったね、小野君やりやすいでしょ、よかった、ありがとうございます、大変大丈夫ですか、行かせていただいて大丈夫ですか、大丈夫、お願い、ありがとうございます、どうも頼むぞ小野、いい流れ来てるよ、いい流れ来てるよ、じゃあそれどうしよう、ちょっとね思うところがやっぱりすごくあったので、大切な言葉をちょっとこちらのツイッターのメッセージ込めました、読ませていただきます。僕の声優としてのキャリアは翔ちゃんと共にある気がします。一回だけの登場のはずが二度三度、果ては将軍編まで、それにつれて自分も少しずつ成長できたように思います。ありがとう銀玉、ありがとう翔ちゃん、将軍家は永遠にもっさりブリーフ派だ。ありがとうございました。どうだろう、この流れはどうなんだろう、よくやった、ありがとうございます。この後スミさんだからな、あもっさりブリーフの後スミさんを残してしまった、しまった、申し訳ない、余韻を残すなよ、始めます、お願いします、お願いします。10周年おめでとうございます。再び三つ葉をやらせていただけて嬉しいです。どうも発酵の役が多いからか、空の彼方から見つめていますということも多いような、願わくば三つ葉そっくりの元気な役とかこの先登場しないかな、ふふ、島本すみ、ありがとうございます。あれあアグレッシブですよ、こんな流れになった。じゃあここからはレギュラー陣から、はい、もう慣れたもんですからね、よし、ということでまずは石田さんお願いします、はい、お願いします。時に休みながらもアニメ銀玉を10年続けてこられたのは熱心に応援し続けてくださったファンの皆さんと、左遷も厭わず番組を守り続けてくれた歴代プロデューサーの方々のおかげであることを改めて肝に銘じたいと思います。ありがとうございました。素晴らしい素晴らしい。では続いて美香子ちゃん、はい、お願いします。はい、ではでは、はい、ありがとうキミューンコおつーちゃんとして走り続けた10年間、 PTO に負けず社会派の歌を歌い続けてきました。この1年全く出番はありませんでしたが、みんなが忘れてなくて本当に良かったです。かといって貞治の出番が多かったわけではありませんが、うちじゃないか、私にとってどちらも大切なキャラクターです。高橋美香子、あっほぼ愚痴でしたねそう、ぼやきみたいになっちゃいました、ね、じゃあ続いて新選組は太田くんから、はい、参ります。はい、どうもありがとうございます、ありがとうございます。読みます。10周年、そんなに時間が経ったのかと思うくらい振り返ればあっという間のようで、
実は中身が凝縮された10年だったような。地味から生まれて結果地味で、アンパンがアンパンでアンパンをアンパンな10年分の感謝を込めてスパーキン。なんだこれ。なんだこれ。鈴村君この流れだ。いやこの後しんどい。いつになく真面目に書きました。真面目に。いいと思います。本当に真面目に書きました。ちょっと読ませていただきます。沖田との付き合いも10年丸。先日三つ葉編を見直す機会がありまして点。改めて素敵な作品に関わってきたんだなぁとしみじみ感じました丸。笑いあり点、涙ありの銀魂が大好きです丸。アニメはひとまずお休みですが点、どうせ終わる終わる詐欺ですからかっこ笑い、今後も応援よろしくお願いします。びっくりマーク鈴村健一。でここでですね、うん、中井さんのも僕もらってるんです。はいはい。でもせっかくだから、うん、体入れ替わった人に読んでもらったらどうかなと思って。じゃあ10年経てば時代も変わります。ただの地味な中年だった私も今ではレッツパーリーのパーリーピーポーです。でも銀魂は変わらぬ魅力を放ち続けてきました。バカでも何でも貫き通したもん勝ち。後ろ指を刺されても応援し続けてくれた皆さんの勝ちです。ありがとう中井和也。はい、ご苦労様。ありがとう。まあ、中井くんそんなだったかな。今頃国際フォーラムでパーリーしてますよ。パーリー、そうだね、パーリー中だからね。うん。そして局長千葉くん。はい、ありがとうございます。すいません、ツイッターなるものやったことないもんで本当に私事になって申し訳ございません。アニメ銀魂10周年突破おめでとうございます。10年ですか。10年ゴリラと言われ続けたのか。でもさ、噂で聞いたんだけどさ、僕声優だけどゴリラ声優じゃないよ。別にゴリラキャラ限定じゃないよ。まあ今度はゴリラだけどね。千葉進む。おい、ゴリラじゃない。うん、囲碁だって打てるんだ。そうですよ。じゃあここからはよろずやです。ふぎみ行きましょうか。はい、お願いします。でも私は真面目なやつだよ。はい、行きます。銀魂10周年、笑いあり涙あり、そして幸せいっぱいの怒涛の10年でした。10年と連呼できるのも絶え間なく愛情を注ぎ続けてくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございます。もしよかったらこれからもどうぞよろしくお願いします。釘宮理恵。素晴らしい、素晴らしい。じゃあ大輔さん行きましょうか。はい、はいはい。おかしいだろ。いいね。千葉くんのゴリラ並みにおかしいだろ。両国ナウ。いやー、10周年ですか。長い付き合いになりましたね。この先どうなるか分かりませんが、まあまあゆるゆると。坂口大輔。何それ、なんかかっこいい。なんか相田みつをみたいなことした。メガネ、メガネ、メガネ、メガネじゃねえよ。かけてないのにメガネ。どこに。じゃあメガネかけ機だ。ほら杉田くんがやりづらいだ。常にスタンバってます。スタンバってる。調子に乗ったやつから死ぬと気をつけていたら10年経った。無理も無茶も当たり前にしてはいけない。そうなる前に私たちが何とかします。お、深いわ、深いわ。このツイッター見てどうしろって言うんだよ。もうクソリプばっかり来ますよ。なるほど。ありがとうございました。